皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2020年公開の、一度死んでみた。監督は浜崎慎二。脚本は沢本義光。主な出演は、広瀬すず、吉沢亮、堤真一、など。製薬会社社長の父、はかると一緒に暮らす大学生の七瀬は、母の死に際にも現れなかった仕事人間で口うるさい父が嫌でたまらず、顔を見るたびに死んでくれと毒づいていた。そんなある日、はかるは一度死んで二日後に生き返る薬を飲んでしまう。というストーリー。昭和の時代に流行った、芸能人ゲストを入れたドタバタなショートコントをつなぎ合わせたような内容。つまらないわけではないが、特段面白いわけでもない微妙な作品。キャストがものすごく豪華な顔ぶれだが、これがなかったら誰も見ないであろう。いくら頭を空っぽにして見ると言っても、最初から話の大筋がわかっているのに、特に驚きもない展開を1時間半も見続けるのは辛い。ということで、評価は。Thumbs down.